5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。もうダメだ。パパ？パパ？なんか問題出して。泥棒が逃げ出した。ソリに乗って坂を降りる。時速62キロの速さだ。おまわりさんがスキーで追いかける時速87キロ。わかった？うん。何分後でスタートしたの？そうだな、3分後。答え、早く出してね。時速87キロ、62キロ、3分後。そうすると、追いつく時間は。パパ、できたよ。追いつく時間は10分26秒だ。開いてるよ。おかえり。外国で誰か死んだ時もこの新聞に出るの？多分ね。頼めばね、お金出せば出るよ。ねえ、人間どうして死ぬの？その時によるよ。心臓とか癌とか事故とかね。知りたいんだ。死ってどういうこと？死だって。そうだな。心臓が止まって血が循環しなくなる。脳にも血がいかないと全てが止まってしまうのさ。でおしまい。何が残るの？その人がしたこと、
それが多分残るんだろうね。それが大切なんだ。人の記憶に残るものがね、いい人だったなとか、面白いやつだったとか、笑った顔とか、歯が抜けていたとか。こんなに朝早くからおかしなこと聞くんじゃないよ。牛乳おかしいよ。ああ、腐ってるね。ここに書いてあるよ。魂の平和のためのミサって。パパ、魂のこと言わなかったね。ああ、葬式の決まり文句だよ。魂なんてものないよ。おばちゃんはあるって言ったよ。信じられる人はいいんだよな。楽だろうね。パパ、何信じてる？そうだな。パパは何を信じてるんだろうね。一体どうしたんだい？別に。今朝、問題の答えができたとき、とっても嬉しかったんだ。鳩を見てたときも、それからパン屋へ行く道で、犬が死んでた。触ったら冷たかった。どうして？何分で泥棒に落ちるか分かっても、それが何なの？どんな犬？あの黄色い目の。いつもゴミ漁りしてたんだ。かわいそうな犬なんだよ。知ってる？ああ、死んだ方がよかったのかもね。ワルシャー第二小学校に来ています。校長先生にお話を伺います。ミルク給食はいかがですか？ボラ牧場と契約して、どの子も牛乳が飲めるようになりました。みんなとても喜んでますよ。でもここの牛乳がまずいので、子供たちは昼休みにトイレ捨てるそうですね。いや、昼休みはトイレは全て閉めていますから。ほら、何それ？モルモット。どうしたの？生物って使うのを出しちゃいけないって。先生怖いみたい。歯を見て、尖ってるでしょ。あと1回だけね。パウエル、お昼何？ポトフとお肉。好き、大好き。お腹空いちゃった。学校にテレビ局が来たよ。何しに？牛乳のことみたい。あれまずいんだ。それからマラソンだった。走れた？もちろん、僕は早いよ。ランドセル置きに行く？うん、見せたいものがあるの。これだよ。ドアのそばに立ってみて。どの？玄関の。はい、立ったわよ。見てて、閉めるよ。閉まったでしょ。すごい。今度は開けるよ。開いたわ。お風呂へ行って。でも何も触っちゃいけないよ。水道見てて。新しいプログラム、僕が作ったんだ。ママから手紙が来てね。一日のこと、
何時に何してるか書いてあったの。それをコンピューターに入れたんだ。今は3時33分だけど、ママは何をしてるかな。寝ています。寝てるって。どんな夢見てるか聞いて。どんな夢？わからないって。あなたにはわかる、ママの夢。うん、わかんない。簡単よ、あなたの夢。僕の？あなたの夢ばかりよ。そうかな。そう。パパの夢も？さあ。パパの気持ちわかる？そうね。あれ？どうしたの？お腹空いちゃった。じゃあ行こうか。パパのコンピューターは触っちゃいけないって。あれならきっとママの夢もわかるんだけどな。競争しよう。よし。ハンディは？今日はなし。行くわよ。ドーン。美味しかった。僕洗おうか。いいわ、私がするから。見せたいものがあるのよ。パウエル、ちょっといらっしゃい。これ何？あ、この間の旅行の写真？そうよ。今日できてきたの。この人誰か知ってる？うん、知ってる。いい人でしょ？ええ。頭もいいんでしょ？じゃあこの人なら知ってるかな、何のために生きるかって。知ってると思うわ。パパはね、人間は後から生まれる人が幸せになるために生きるんだって。ただうまくいかない時もあるって。そうね、パパの言う通りね。生きるって素晴らしいことよ。あなたがここにいるということがもう大きな喜びなの。パパにもママにもおばちゃんにも何よりも嬉しいことなのよ。大きなことじゃなくていいの。ちょっとしたことが生きる喜びになるのよ。あなたが美味しかったと言ったでしょ。とても嬉しかったわ。生きることは、そうだ、プレゼントもらったみたいなことね。ねえおばちゃん、パパとは兄弟なんでしょ？そうよ。そうね。お父さんと私が全く違うからでしょ。うん。
熱心なクリスチャンの家庭で育ったの。お父さんはね、昔から計算したり測定することが大好きだった。最後は理論による答えだけが正しいものだって思うようになった。今でもそうでしょ。そうとは限らないこともたくさんあるのに彼は認めないわ。神様のこともそうなのよね。お父さんの生き方は賢くて合理的だけど、とても大切なことが欠けてるような気がする。わかる？まあね。神様はいるのよ。信じれば。難しいことじゃないのよ。おばちゃんは神様のこと信じてるんだ。そうよ。どんな人？どんな感じがする？あったかい。そう、神様も一緒よ。チェックメイト。キャスリングして。次はルークで追って。簡単すぎるね。彼女は6人に勝ったよ。チェックメイト。7人目だよ。見て、あの人クイーンを守りに置くよ。そしたら負けだよ。ほらね、プロが使う手だよ。で、どうする？今度はポーンでチェックメイト。チェックメイト。おめでとう。ありがとう先生。ありがとう先生。もしもし。パウエル。あ、おばちゃん。もうお父さんに話した？おばちゃんから。なんだって？日曜学校行くかって。会えるな。元気？日曜学校のこと聞いた？本人が行きたいんならいいよ。要は彼の役に立てばいいんだよ。実は司祭に会ってみたの。話したの？ええ。すぐ近くに教会ができるんですもの。パウエル、きっと気に入ると思うわ。明日はどう？いや、明日はちょっと都合悪いな。じゃあまた。パウエル、コンピューターつけたのか？ううん、全然触ってないよ。君、どうしたの？何か用？
終了にするよ。本当に用があったんじゃない？まさか。でもパパ聞いてたでしょ、おい君何か用って。僕が聞いたって冗談だよ。あ、9時半だ。お休み。出かけるの？うん。帰り遅いけど電気つけたままでいいからね。温度計見てみた？うん、マイナス14度だ。クリスマスまでにママから電話ある？多分ね。第一軍は差別、差別する人、差別的、差別する。第二軍は区別する、軽蔑する、侮る。第三軍は偏見、侮辱、侮蔑、拒絶、排斥。以上が差別するという言葉の連想軍です。こういう言葉はもともとは我が国の言語にはなかったんです。しかし意味は簡単にわかりますね。問題が起こってくるのは、つまりこの言葉を外国語に訳すときなんです。外国語を完全に自分のものにしている人は稀です。母国語以外の言葉を理論的に身につけたり、あるいは複雑なディスカッションをしたり、語彙を豊かにするということはできます。しかし言葉の音や文字の裏に隠されたものはどのようにして把握すればよいのでしょうか。その言葉の全文化的背景をですよ。歴史や政治、文化や日常との関連をどう表現しますか。言葉で表そうとしているものを正確につかみ、その意味の変化や形而上学までをも理解できるでしょうか。エリオットは詩は翻訳できないものであると言っています。本当にそうでしょうか。外国語のすべてを頭に入れている翻訳者をちょっと想像してみてください。無制限の記憶力を持ち、それをすべて使えるような人をね。最先端のコンピューター、これにあらゆる情報を組み込む、これなら可能でしょう。一見すると1と0の区別をつけるのがやっとと思われるコンピューターですが、実は知識だけでなく意識をも持っていることがわかります。選別して行動する、つまり選択ができ、あるいは意思に基づいて行動できるんです。私は目的に合わせて組んだコンピューターは自分の趣味を持つということさえ可能だと思っています。例えば読書を楽しむとか、美術を愛好するとか、個性を持ちうるということですね。はい、今日はこれまで。テキストから何か言葉を選んで、今日私がやったように遊んでみてください。大した課題ではないと思いますよ。大変ですか？それは結構。じゃあ終わります。はい、何か。ちょっと、はい、見て、1時間外に置いといたんだ。うん。お茶でも凍るんだね。凍るさ。
触ってみて。危ないよガラス。すごい。風呂場へ持ってきなさい。ここじゃダメ。どうなるか見たいの。どうもならんよ。雪解けの頃に溶けるさ。昼間の太陽でもね。計算しようよ。昨日約束したでしょ。よしやるか。これで。いやこっちで。そっちは計算はダメなんだ。寒さが続くかどうかわからないよ。せいぜいここ1週間ぐらいだな。厳密に計算しないと。もちろん。まず気象台に電話をして、この3日間の地中の温度をしっかり聞いてごらん。今日と昨日と一昨日だぞ。わかった。もしもし、そちらは気象台ですか。今日の地中の温度を教えてください。昨日と一昨日も。そう、ワルシャーノです。池の氷の厚さを計測したいので。はいはいはい、ありがとうございました。気圧の公式言えるかな。もちろん覚えてるよ。よし、温度は今日-11度、昨日-7、一昨日-11.5、8日間も氷点下が続いてるね。1、地中温、2、外気温、3、日数、4、池の深さ、5、最大重量。計算ではパウエルの3倍の体重でもスケートができるってことになるね。本当？あれもらっていい？何を？クリスマスにくれるはずのもの、パパとママのプレゼント。なんだねそれ。見つけたんだよ、スケート靴。どこで？押し入れ。いい？どうだい？ぴったりだよ。さあ早くお休み。いいね、散歩してくるからね。戻ってくるまでに寝てるんだぞ。もう眠ったかな。うん、スケート靴見てた。氷見てきたよ。だろうと思った。だから起きてたんだ。いい具合だ。だけど決して真ん中に行ったらいけないよ。あそこは氷が薄い。約束だよ。分かった、真ん中へは行かないね。あそこで泳ぐと
冷たいぞ。ゾウさんはどうした？もう寝てるよ。パウエルはいる？うん、どうして？わからない。ママが聞いたの。もしもし。こんにちは、ジェチルスカですが。こんにちは。パウエル君帰ってますか？マルクはまだですの。ああ、ジェチルスカさん、失礼しました。声がわからなくて、パウエルもまだですよ。まだ英語の塾だと思うんですが、そのうち帰るでしょう。4時過ぎてますよ。もう帰ってなくっちゃ。大丈夫、帰ってきますよ。何かあったみたいです。え？何かあったみたい。やっぱり迎えに行くわ。ヤチ！待ちなさい、コート。おい、コートを着なさい、コート。先生、パウエルいますか？ご病気ですか？熱がひどくて休みにしましたの。そのまま返しましたわ。何時頃？来てすぐです。今どこ？わかりません。落ち着いて、どうぞお入りください。先生は病気で、二人ともいません。池で氷が割れたんです。考えられない。でも割れたのよ、割れたのよ。落ち着いてください。
決して割れるはずはないんだから。でも割れたのよ。見てきてください。私は大丈夫よ。パウエル見た？ええ、学校で夢の話してくれたわ。今はどこ？知らない。でも電話するって言ってたよ。パウエル、パウエル、パウエル、エレナ。ええ。あ、パウエル電話してきた。いつ？今日、今2時頃かな。お昼食べにいらっしゃいって言ったら英語の塾があるって。なかったんだよ。じゃあどこ行ったの？うん、わからない。何かあったの？うん、いや、インクが壊れたんだ。なぜ？なぜかわからない。突然インク瓶が割れてこぼれ出したんだ。それよりパウエルは？わからない。氷が割れたそうだ。池の氷が割れた。でもパウエル、氷は割れない、計算したって言ってたわよ。でも割れたんだそうだ。探しに行ってくる。私も行くわ。パウエル、パウエル、応答願います。パウエル、パウエル、援助してくれ。パウエル、パウエル。坊や、どこにいたの？坊や、
古い車の中で遊んでたんだ。さあ帰りましょう。帰るわよ。あの子よ、パウエルが電話するって言ってたのは。私知ってるわ。あの子何か知ってるかもしれないわ。あの子でヤチェックよ。お願いです、待ってください。池でスケートするって。終わりったらヤチェ。池だよ。池に行って。